ホンダ S660 無限 RA、試乗していきましょう。絶望的に暗かったのと車内が狭いとで、内装はほとんど紹介できないけど、コンパクトレーシングカー、軽自動車と捉えるべきではない？そんな一台です。これまでの反省から、車の評価は上位グレードでしてあげたいと思い、また上京してまいりました。車内もそうだけど、何より車体が小さいですね。サイズ感はゴーカートみたい。これは小回り効くから車庫入れも狭い道も楽だし、何より道路幅の狭い峠道でも、バイク並みのラインの自由度がありそうだ。走行性能における、軽自動車の最大のアドバンテージはそれだよな。軽さと小ささが織りなす、低速コーナーの限界の高さよ。それにしても本当に車体小さいですね。窮屈ではないけど、このコンパクトさは、ドライブ体験としては別の乗り物レベル。というかブレーキパッドの初期制動強いな。かなりのカックンブレーキだぞこれ。しかも右側が全然見えなくて、光と音で接近を察しながら、車体の小ささで第一車線に収めるしかなくね。見えねえ、乗り慣れねえ、車高自体は問題なさそうであるが。とりあえずさ、無限 RA は何が変わってるか話そうぜ。主なところだと、内外装の加色と、ビルシュタイン車高調、アイドリング薄いマフラーですね。この暗闇の中でもわかる、上質に作っている。軽自動車の枠組みは超えている。強く言いたい。これは軽自動車のスポーツカーというより、コンパクトレーシングカーだと、足回り硬いですね。不快ではないんだけど、これはハードだ。本当に硬派なスポーツマシンですよこれは。足とステアリングのソリッドさ、車内に常時入ってくるエンジン音、ビルシュタインの車高調が硬すぎる感がある。オーナーが減衰締めてんのか？あとですね、左後ろからカタカタ音がしてうるさい。これアッパーマウントのところから鳴ってるだろ。オープンカーだけど、寒いし暗くて自信ないし、今回はルーフ開けません。芝公園から乗って、C1 一周して返します。S6 ってもっとさ、ゆったり流せるような、ロードスターよりのマシンじゃなかったの？昔持ってた17年式 GTR より、乗ってて硬いマシンに感じるんだけど。これはあれだな、上位グレードを選んだはいいが、ビルシュタインの足が硬すぎて、S6 そのものの評価が逆にしづらいな。でもこのフィーリング、レーシングカーですよ。S6 に車高調入れただけでこうなるの？すげえ、タイプ R を作ってきたホンダ車の実力すげえ。私はある程度は柔らかくて、しなやかに動きつつ抑えるような足が好きなので、私の好みからすれば硬すぎる。でもこの車格と価格で、軽自動車判定の中で、レーシングカーを待ち乗りできるなんて、この車しかないよ。この個体はカーシェア向け CVT だが、マニュアルも選べるもんな。660cc でマニュアルですよ。絶対分回して楽しめるじゃん。というかさ、加速がこれっぽっちも遅くない。むしろ速い部類に入るんじゃね？車検の台車で EK ワゴンに乗った時、どれだけ踏んでも加速しない感触があった。でもこいつは違う。軽さが効いているのを感じる。中央部のメーター、左の円が G、右側縦2本のバーがペダル回路、全然踏んでないのに、普通に流れに乗れるんだよね。軽ターボって偉大ですね。それか軽いのか、どっちも効いてるだろうが、エンジンが NBOX と共用だとか、言われたってそうは感じないぜ。あれ、芝公園の入り口、ここ右だったの？入り逃しちゃったわ。東京に来るのはまだ数回目で、全然地理がわかんないんですよ。まあ U ターン禁止じゃなければすっと戻れるかな。それにしてもいい内装というか世界ですね。スポーツカーを通り越して、スーパーカーと呼びたくなるほどだ。カーボンやステッチをふんだんに用いて、かっこいい空間を演出する。本体が高いのにも、納得してしまうぜ。軽自動車のくせに300万円オーバーってなんだよ。そう思ってた時期が私にもありましたが、逆ですね。軽自動車だからこそ、そんな領域がある。20時までが展開禁止で、今23時台なので、道も空いてるし、ここで U ターンを試しましょうか。軽自動車の大きな魅力の一つは、車体の小ささを生かした、小回り性能の高さなんだ。ドリフト用にナックルを変えたりしなければ、普通車で、2車線幅で、U ターンしようなんて思わないだろう。最悪の場合、1回くらいバックしても対向車は来ていないが、行けてしまいましたぞ。コンパクトカーは偉大ですね。高速性能をバカにされがちだけど、この便利さは他にないわ。過去動画ではディスってたことあるけど、やっぱ運転すると便利なんですよね。弱点が出るような領域には入らないし。それなんだよな、乗り物の特性と、性能に合わせた乗り方をする。これがなってないやつが事故るんだ。でもこの S6、巡航速度として、140キロは問題なくいけそうですよ。コンパクトミッドシップという点だけ見れば、安定性が弱いように感じるけど、運転してみてむっちゃ安定してたし、ちょっとオーバーステアっぽいけど、ロードスターみたいにフラッフラではないから、そこそこ安心して荷重かけていける。言ってなかったけど、後ろから聞こえてくるエンジン音。
これがまた特別感ありますね。さて今度こそ乗り逃さねえぞ。ゴミ安高さんもよく乗ってる。芝公園。斜め後方への視認性。さすがにいいとは言えないけど、普通に見渡せます。さて、しっかり踏んでしっかり速度乗せて、安全に合流していきましょか。プリウスなら踏み抜くような上り坂なのに、軽く押してるだけで速度が乗る。車重約800キロとターボの組み合わせは伊達じゃない。軽自動車は加速遅いなんて誰が言うんだ。普通に速いぞこれ。とは言っても絶対的な排気量が小さいので、100キロ以上で上り坂をベタ踏みすると、途端に遅くなる可能性はありますね。でもそうか？さすがに試さなかったけど、普通に加速していきそうだけどな。乗っていきなりジャンクション分岐。下り勾配の中の左コーナリング、どんな動きをするかな。ふむ、安定していますね。ちょっと不安定さが見え隠れするけど、ロードスターみたいに、ひどいオーバーステア出なくて安心感ある。86の時も同じことを思いましたが、コーナリング限界が高すぎる。行動で、常識的に到達できるような領域にない。それにしても硬いよな。ドラレコの衝撃録画が作動するレベルだぜ。軽いのはいいことだけど、乗り心地の面で、一つ致命的な弱点がありますね。ロードスターの時も同じこと言ったけど、揺れが収まらない。常に上下に動き続ける。重たい車のどっしりとした乗り心地、あれを知っていると、なんだこれはと思ってしまう。でも悪いわけじゃないんですよ。硬いけど、うるさくないシビックタイプ R、規制がバガバ時代のご先祖様だな。排気規制も衝突安全規制もザルで、いくらでも軽くレスポンスよく作れる、エンジニアはあの年代が、羨ましいでしょうな。モーターアシストを用いて、ルマンのレースカーのように機能するハイブリッドシステムを作る。そんな未来を予言する人もいますが、あれはなんだっけ、燃費計測時に用いる、低アクセル回路領域はエコを優先するが、ベタ踏み領域では電動ブーストをフルに入れて、とても強い加速を実現するんだっけな。機械例だと、AMG の C クラスか？回生ブレーキの効きを強めるための大容量モーターは、急加速時にも大パワーを提供する。チラチラとしか見られないものですが、面白そうな世界ですな。待て待てそういうのはどうでもいいんだ。この S6 にはターボがついている。当然ながら現代車だから、エコを犠牲にしない制御が入る。ちょっと踏んでもゆったりとしか動かないけど、アクセルを開けていくと、ブースト圧が立ち上がってくる。低回転域からしっかりと加圧してくれる、低中速トルク重視のターボですね。軽さとトルクで伸びていって、とても乗りやすいです。でもよく言われるけど、高回転域でスカスカになるんだっけ？少なくとも VTEC みたいにぶん回すっていう、そういうエンジン制御にはなってないよな。ベタ踏みしたり不用意に高回転域ダイブしなくても、十分すぎるくらいに速いんですよね。これで 660cc なんて、ほんと優等生だよな。オービスさんチースチース。誰が光らせるんだろうな。少なくとも私みたいなタイプではなく、免許取り立ての無頓着初心者でしょ。それにしてもハンドリングもいいですね。軽自動車というワードから、イメージされるようなだるさは全くない。むしろ非常にクイックかつダイレクト感があって、ミッドシップレイアウトと相まって、どこからでも切り込んでいけそうだ。ロードスター以上に、軽さを活かしてスピード乗せていけますね。オーバーステアが怖くない領域に収まっているからだ。ブースト圧がかかった状態でアクセルを抜くと、プシューという音がする。いいですねー。これがターボ車の良さなんだなぁと思います。トルク特性は低中速に大きく振りながらも、下級機の動作は運転手にはっきりと伝える。公道で乗るなら、やっぱこういうトルク特性がいいですよね。逆に、回して楽しみたいんなら、最低でも ECU は交換したいな。ターボ車で真っ先に変えるべきは触媒ですね。車外性 ECU を入れるなら、できれば排気系が銘柄指定されてるようなものがいいかも。ブレーキもシャシーも余力を持て余しているので、望むのであれば、そして金と自制心があるのなら、そういう領域にも入っていけそうだ。どこまでも化けていきそうな素性の良さ。ヤリス GR にも似た、秘めたる実力の高さが見え隠れ。乗り心地自体は硬すぎるんだが、でも純正状態で完成されてるんだよな。軽なのに加速遅くないって、逆にここから何するんだ。一通りの成熟と完成。高い本体価格の分で、すでに仕上がった状態で納車されてくる。エンブレムに R だの RS だの M だの、書いてあるモデルの魅力ですな。さあ視界がちょっと悪い、左からの合流車は大丈夫か？うん、余裕ですね。注意して乗ってれば、後方視界も補えるよ。と入っても芝公園で合流してくるとき、右後ろは全然見えなかった。長期で乗るつもりなら、補助カメラでもつけたい。あとさ、タイプ R 系統全般に言えると思うんだけど、やっぱり硬すぎるよ。外から見ててもバンバン跳ねまくってて、
サーキット専用車ならまだしも、オンロード向けでこんなガチガチにする？どう考えても乗り心地が悪いし、タイヤと路面との接地性に支障が出るレベルだろこれ。軽量化のためにリアの下火も外したという、ロードスターとは対極に位置してるよな。正直、車重が軽すぎるのと、タイヤの限界に挑むには、首都高はリスキーすぎる。でも、超ペースアップしていくと、この硬すぎる足と、わずかなオーバーステアは、足かせになっちゃうな。バネレート下げてみたり、空気圧はフロント高めにしてみたり、フロントをトーイン気味にしてみようか。元が軽いから、ブレーキやタイヤは、特に触らなくていいかもしれないね。ちょいオーバーステアの挙動にさえ慣れてしまえば、特に峠の下り、どれだけ速く走れてしまうんだろうか。あーもう、鬱陶しいな。なんでそんなダラダラ合流してくるんだよ。80キロ台まで加速してこいよ。ゆっくり走るのを安全運転だと勘違いしてんじゃねえぞ。老害っぽい運転しやがって。というわけで慣れてきたし、いいところでドイツのセダンが来たので、追いかけてみましょう。この時間帯の東京は、ザ・スポーツカーより、ドイツの高級セダンの方が運転がクズ。特に AMG やアウディの RSK、横断車がいれば、確実に見落として引きそうなペースで割り込みまくっている。さすがに風切り音が大きくなってきましたが、何も不安な要素がないですね。すごいですね。車重クソ軽いミニ車体のくせに、ある程度スピードを出すとなると、どう考えても重量を安定性に変え、いいタイヤとエンジンで引っ張る方が楽だ。そうやって作ってある車に普通についていけるのは、高性能であることを、何よりもはっきりと証明する。上下に跳ねるような路面の中で、奥の方でちょこんとブレーキを踏めば、もう安定して曲がっていける。オーバーステアの車ってどう乗るんでしょうね。私に経験がなさすぎるのが問題です。アクセルで膨らませて走るの？やろうと思えばもっともっと踏んでいけそうですが、そこまでするのも問題あるんだよな。無免か、免許持ってたとしても、交通の流れをブロックして社会に迷惑かけてる、そういう人から変なコメント来るしな。法定速度に固執してても運転は上達しないよ。そのうちスリップして事故るんじゃないかな。もう一周してきて降りるということで、一度くらいはフルブレーキングのテストしてみましょう。安全に試せそうなのは、この降りるところの直線しかない。ちょっと加速しいの。ふむ、ノーズダイブをした瞬間に段差で大ジャンプ、プリウスなら即、電子制御が介入する状況ですが、なんともなかったですね。なんならメーターで見ると、半分しかブレーキ踏んでなかったからな。ミッドシップで重心も後ろ寄りなら、リアタイヤのグリップも、正常に使えるんでしょうか。雨の時に有利そうですね。ちょっとセンターメーターを触ってみるけど、機能は最小限って感じですな。レーダー探知機で十分だとは思うぜ。というかですね、首都高を降りた後に、スポーツモードがあるのに気づきました。ブースト系が表示されるようになり、メーターが赤くなり、CVT が疑似的に7速ミッションとして動作します。アイドリングストップの解除ボタンがないと思ってたけど、スポーツモードに入れると無条件解除みたいですな。もちろんスポーツモード中にパドルを引けば、マニュアルシフトで固定される。もっと早く気づいてればな。というわけで無限 RA の S660 試乗動画でした。偉大な車です。こんな軽自動車があってたまるか。街乗りから強靭ダウンヒル、サーキットまで、マルチハイパフォーマンスカーだな。開発陣の方へ賞賛を。ありがとうございました。